都家の豊頃町の海岸のそばに75歳の父親を置き去りにしたとして、44歳の娘が逮捕されました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、帯広のパート従業員、坪井泉容疑者です。坪井容疑者は去年12月、豊頃町の海岸の近くに75歳の父親を置き去りにした疑いが持たれています。 パトロール中の警察官が薄手のコートを着て道路脇で座っている父親を見つけ、保護しました。当時の気温は1度くらいでしたが、父親に体調の不良や怪我はありません。警察によりますと、父親は当日高齢者施設を対処していて、坪容疑者は帯広市内で父親を車に乗せ、豊頃町に向かったとみられています。坪容疑者は、 父の面倒を見るのがつらいと思ったという趣旨の供述をしていて警察は事件の背景について調べを進めています。